どうも、デリケタスでございます。さあさあ、今回は SH フィギュアーズより、こちらがですね、発売決定いたしました。じゃん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 じゃーんと、SH フィギュアーズウルトラの父でございます。はい、ということでね、いや、まさかの、急に登場しましてね、びっくりしましたね。いや、ウルトラの父ですよ。ウルトラマンエース初登場。そして、ウルトラマン太郎をね、息子に持つというですね、経歴を持つお方でございますが、SH フィギュアーズウルトラの父、こちらですね、一般販売なんですよ。しかも、一般販売っていうところで、いろいろですね、驚きではあるんですけれども、これちょっとずっと見ていきたいと思います。はい。いやー、このね、スチールというか、これ再現、いろいろね、妄想しちゃうよね。どういうことなんでしょうか、これはね。っていうところで、まぁ、ちょっとその話も後でしたいんですけど、こんな感じですね、ウルトラマンエース初登場時の、まぁ、ヒッポリト戦ですよね。そちらの、まぁ、スチール、まぁ、イメージしたような、まぁ、サンプル写真になってまして、まあ、たださ、こういう、こう、ゾイしかり、こう、客演系のウルトラマンって難しいですよね。もう完全に、初登場に寄せちゃうと、なんかその後出てきた、ウルトラマンと並ばせにくいじゃない。例えば、ゾフィーだったら、トサカが黒くなっちゃうとか、ウルトラモチだったらば、ゾフィーの、まあ、スーツの、まあ、改造だから、ここにこう、ゾフィーっぽい跡があるとか、こう、いろいろこう、あるんだけど、まあ、SH フィギュアってなった時に、まあ、完全再現というよりかは、まあ、再現しつつも、まあ、最大公約数的な、その後登場した、まあ、ウルトラの父やとは、平成、まあ、メビウスとかでやっぱ印象強いけど、まあ、あの辺のウルトラの父とかとこう、いろいろミックスしたような、まあ、最大公約数じゃないですけど、まあ、そんな感じでやっぱ造形に仕上げなきゃいけないっていうところで、これもまたね、結構大変そうだなとはね、すごくね、思いますね。まあ、ただ基本的な、その造形のベースはやっぱり、ヒッポリト戦に初登場した、あのウルトラの父なのかなとは思いますけどね。だあの回の父めっちゃこう大胸筋というか胸がパーンって割ってね、なんかこう張ってて筋肉質で、あーかっこいいんですよね。まあそんな感じで造形的にも、まあヒッポリト戦を一応こうイメージしつつもっていうところなんですかね。さすがにこうゾフィーっぽいこうラインはないです。はい。っていうところとか、こんな感じでズズズ。めちゃくちゃイケメンですね。めちゃくちゃかっこいいですね。角なんかもこうダイナミックにこう造形してあって、で、おひげも蓄えていて、カラータイマーもあります。あと、ベルトですよね。この辺ね。いいですね。素晴らしい。めちゃくちゃかっこいいですね。まあ、メビウスとか、あとやっぱタイガとかとね、並べてもね、楽しそうですし。やっぱこう、ウルトラの父、いろんなウルトラマンとね、並べたいですよね。まあ、ギャラファイ効果もありますからね、それこそね。いろんなウルトラマンと並べても、こう全然遜色ないんじゃないかなと思いますね。で、まあ、基本的なこうさ、写真は結構やっぱヒッポリト戦をイメージしていて、まあ構えていたりとか、あとこうカラータイマーをね、ふっと投げて、ウルトラマンエースにこうね、エネルギーを託すぞっていうですね。まあそういった、ポーズなんかもしております。いいね。せっかくだったら、まあやられた、まあでもあれ、ちょっと痛々しすぎるか。ついてたよね。やられたね。目が光ってない父ね。あとは、ファザーショット、ビューですね。クリアイエローで、こう、ちょっとこう、ブルーが入っていて、すごく綺麗な感じですね。ポーズも綺麗に決まってますね。かっこいいです。なんか、父がダイナミックに戦ってるところとかも、見たいですよね。ギャラファイとかでそれこそね、見たいですよね。はい。あとやっぱ、ウルトラアレイね。これもバッチリつきますね。あれはね、基本的に、ルミナス、アクト、まあ、その他もいろいろありますけど、基本的にやっぱ、アレをこう構えてるのが一番多いですよね。まあ、ウルトラの父と言ったらば、ウルトラアレですよね。すごいアイテムですよね。よくよく考えたらね。タイタスさんとかピクーンってなっちゃうんですよね。ピクーンってね。まあ、ちょっとこう、タイタスさんとかに持たせるのは難しいかもわからないけど、できるのであれば、タイタスさんとか、ベータスマッシュさんとかに持たせてみたい感はあります。はい。という感じで、ね。こんな感じで、こう、いろいろなエフェクトパーツなんかもありつつっていうところですね。めちゃくちゃかっこいい。で、まあ、本体と手首とカラータイマー、ファザーショットエフェクトとウルトラアレですね。はい。で、発売がいつなんでしょうか。はい。
価格が8,250円、で、3月の4日から予約開始となります。もうちょっとありますね。8月発売です。はい。っていうところで、そうですね。めっちゃ楽しみ。これはもう絶対買いですね。一般販売っていうところで、まあ僕はそうだね、つぶらやストアとかで、ね、予約になるのかな。ああ、だけど多分一般販売でも結構余裕で最近で買えますからね。まあ焦らなくても、買おうかな、どうしようかなって悩むこともできると思うんで、ぜひ悩んでください。僕はとりあえずやっぱウルトラスチは買わねばっていうところなんで、予約して買いたいと思います。はい、っていうところなんだけど、ね。もう、まあ、土出てくるの嬉しい。嬉しい。めっちゃ嬉しい。それは嬉しいんだけど、このスチールよ。そして、カラータイマー。ね。カラータイマー。これ、やつを出すんですかと。地獄からやつを、扱うするんですかと。僕はやっぱそれを問いたいですよ、バンダイさん。いやーね。出してほしいんですよね。どうしてもね、地獄星人、ひっぽりと出してほしいんですよね。魂ネーションの2019ですか。参考展示がありまして、うわー、ひっぽりと出るんか、うわー、みたいな。いや、出してくれたらめっちゃ嬉しいけどなーと思って、2019、2020、2020、ですよ。いやー、多分これも出ねえなって正直諦めてたんだけど、諦めてたところにエースキラーが来ちゃって、ないなって諦めてたけど、あ、ないなって思っちゃった正直。エースキラー来たんだったら、もうエースの、まあ、長寿というか、まあ敵キャラクターは、まあ一応出したっていうところで、あ、ないなって思ったんだけど、ここでさ、父来ちゃったからさ、待てよ、もう一回こう、本当にこうね、うわー出してくれるんかーっていうバロメーターが2019に上がって、そこからこう地獄まで落ちてたんだけど、土が来たところでまたぐん上がってます、今。さあどうなんでしょうかと、ひっぽりとね、出してほしいですよね。まあエースキラーみたいなボリューム満点セットで出すんだったらば、まあ、ブロンズのウルトラ兄弟。ねえ、まあ、ウルトラ兄弟は難しいかもしんないけど、ひっぽりとターですよ。あれとかね。なんかこう、エフェクトパーツについてたりだとか。いや、欲しいですよね。いや、なんて言ったってね、ヒッポリとはね、ウルトラ兄弟とも戦わせることもできますし、やっぱ強いですし、ウルトラマンエースの中でもなかなかの強敵ですし、かっこいいですしね、デザイン的にもね、出してほしいんですけれども、これ難しいのかと。もっと言えばですよ、この2019年の時に同時に展示されていた、ね、タイラントですよね。これも出してほしい。これも出し、タイラントなんかさ、6兄弟と戦わせられるし、よくないですか？ダメですかね？ダメですか？タイラントとかもめちゃくちゃいいと思うんですよ。タイラントとヒッポリとはね、本当に欲しい。本当に欲しい。だから、ちょっとね、あ、正直ないなーって諦めてたんだけど、ちょっとここでね、ウルトラの父来てくれたっていうところで、淡い期待を。まあ、正直言うと、ブラックキングのナックル星人のこともあるので、ブラックキング出てナックル星人出ないっていうね。だから、父出てひっぽりと出ないっていうのは、まあ、往々にあると思うので、まあ、期待しすぎると、ダメージが大きくなっちゃうので、あんまりこう、期待はしすぎないようにしようと思うんだけど、それでもちょっと淡い期待。淡い期待をして、ね、しててくれたらいいなーなんて、はい、思っております。はい、ということで、以上、ダデクダスでした。とりあえず、ウルトラの父は楽しみです。買います。ありがとうございます。それでは、バイバイ。